Thank you.
みんな無事のようじゃな。助かったぜと言いたいところだが。どう、ダーリン。うちらの着てるこの新しいおべべ。何を隠そう、うちらのこの鎧はダーリンたちが着ている大邪神の鎧とはお揃いの。いわくつきの古の鎧なんや。もしやお前たちのその鎧は神々たちの戦いで大邪神たちと戦った。我らがサタン様の守護天使大天使の鎧なんよ。鎧同士の性能が互角な上にガイタラユーお調子者がいてへんおかげで、鎧の戦力比はすでに4対3以上。ダーリンもそろそろ諦めて素直に降伏しんよ。なんも心配せんでええのや。ダーリンにはとりあえずうちのマイスイートホームに住んでもろって、うちが疲れて眠とうなるまで毎日たっぷりと頑張ってもらう予定なんよ。ああ、他の女を好きやなんて言うてる男をうちの奴隷にできるやなんて、考えただけでもゾクゾクするわ。なんなんだこの女。プンプンバッキーン。さあダーリン、今度はうちが直接手にかけてあげまひょ。黒い羽の赤ちゃんが生まれるまでは簡単には寝かせはせえへんや。そこまでだ。今のは誰？まさかあのガイがまた後ろから現れようっていうの？簡単にうろたえるんやない。たとえあのガキが生きていようと、増える戦力はたかだか一人、しかも残った連中はすでにズタボロなんや。数の原理でうちらが勝つ。この程度のアクシデント、体制に影響あらしまへん？果たして計算通りにそううまくいくかな？その鎧は？おっと、自分たちの周りもよく見回してみるんだな。勝利の賢者が揃わぬ今は総当たり戦のような博打は打てへん。戦略的撤退と行くしか手がなさそうやね。ユダ、はは、我々は一旦避難し戦力の増強を図ります。お前は例の男、心得ておりますわ。ダーリン、残念やけどしばしのお別れや。せいぜい気張りなはれ。